軽産業用水中ドローンのモグール6スラスターですね。6つのスラスター推進機構ですね、プロペラがございまして、こちらの方で水中の中で制御して動くということになっております。このカメラが前後に動いて、上方にある船の船底部とかですね、覗いたり、逆に海底部とかですね、海底の部分も覗きながら点検ができると。無人島にするときはちょっと若干遠目ぐらい、腕1本分ぐらい離してもらったら OK です。人が潜るより全然早いですね。これが前面ライトですかね。で、底面のライトもあります。おお、すごい明るく照らしてますね。そうですね、色の判別も実はできます、これで。光があれば、そこからこのコントローラーの左側が基本的には水平操作になります。カメラのピントがだいたい15センチぐらいですので、しっかり近づいて、ちょっと、塗料の剥がれとかこういったことに見えますよね。照らしてみた。なるほど。あ、で明るく見えるんだ。これだけよく見えたりすると、海中のいろいろ点検だったりだとか、可能性が、活用の可能性がかなりある。